タシュクルガンチンは、中華人民共和国新疆ウイグル自治区、カシュガル地区タシュクルガンタジク自治県のチン。タシュクルガンは、石の鳥でまたは、石の塔を表すチュルク語族。古い中国語名は、石頭城、シチューチェング。公式の綴りは、タクス黄岩だが、都市ガン、都市カーガンとも綴られる。ウイグル語アラビア文字表記で、ウイグル語ラテン文字表記で、都市カーガンバジリと綴る。 サリコルまたはサリコルとも呼ばれた。1909年の鳥で2011年の鳥での遺跡タシュクルガンをプトレマイオスの石の塔と考える学者も多い。東西の大将がここで出会った。タシュクルガンはシルクロードの中継地として長い歴史を持つ。北にはカシュガル、東にはカルギリク、西にはバダフシャーンとワハーン、南西には シトラルとフンザとつながっている。勘所と五勘所によると、約2000年前の漢代にはタシュクルガンはプリ王国の中心地だった。後にバルシャーデイと呼ばれるようになった。ラクによるとタシュクルガンにはマンディ王国が存在した。クラウディオス・プトレマイオスはタシュクルガンは石の塔を表し、ヨーロッパと中国の中間地点であると述べた。 しかし他にも三箇所中間地点の候補となる石の塔が存在する。数世紀後、パミール高原、サリコル王国の首都が置かれた。後にペルシア帝国のカルバンダになった。500年頃、バダフシャーンからフォータン王国に向かう総運が通過した。649年頃、同様に現状三蔵が通過した。元時代には町の北東部に 大悲城と呼ばれる要塞があった。火事遺跡は要塞の近くにあった。20世紀初頭に訪れたオーレルスタインはタシュクルガンが過去の記録の通りに残っていると述べた。タシュクルガンタジクジ地県の県都であり、アフガニスタンとタジキスタンの国境地域の標高約3090メートル地帯にある。キルギスやパキスタンとの国境にも近い。羊や羊毛。 絨毯等の羊毛製品の市場が開かれる。住民の多くが、多軸族で、サリコレ語を話すが、和藩語を話す村もある。標準中国語やウイーグル語も通じる。タシュクルガン川は紅いそのへしゃげ、はじめ口岸のすぐ北から始まり、カラコルムハイウェイの北を並走し、タシュクルガンのすぐ北で東に曲がり、タリム盆地でヤルカンド川に合流する。 寒い砂漠気候に属し、長くとても寒い冬と涼しい夏が特徴。月間平均気温は1月が最低で低く、摂氏11.9度、7月が最高で摂氏16.4度で、年間平均気温は摂氏3.58度、年間平均降水量は68ミリメートルに過ぎない。カラコルムハイウェイの全体像現在のタシュクル湾は、 中国とパキスタンを結ぶカラコルムハイウェイが通る。雪の多いクンジュラブ峠を日中に通るために宿泊施設が充実している。入域前に警察による特別登録が必要で、中国人は地元の警察からも許可が必要。カシュガル市の約 230km 南にあり、国境の手前の最後の都市である。さらに、約 120km 南下すると、 国境のクンジュラブ峠を越えて、パキスタン側のスストに達する。クンジュラブ峠は5月1日から10月15日しか通れず、長い冬には雪で閉ざされる。ありがとうございます。